チン30分一本勝負を行います。青コーナー身長体重不明キーマカレーキットヘルズマスカレードキーマカレーキット、164センチ、56キロ、ダスカラマダム、眠れる教授ダスカラマダム。赤コーナー172センチ、70キロ、フラットピュット、献血のソルナシエンテフラットピュット。175センチ、75キロ、ミヤビン、黄金色のハイパーノバーミヤビン。レフェリーフィービシゴロ。はい、というわけで、はい、両選手で揃いましたね。ましたね、はい、僕一番やっぱりメインイベントということで期待してますこの試合。自分の妹が出た、行きますがですね、はい、はい、出た試合よりも注目させていただいております。本当そろそろ準備が整ったか。さあ始まりました、始まりました。いや、35周年勝ちたいメインイベント、赤コーナーみやびん&フラットピットバーサス、青コーナーキーマカレーキットダスカラマル組でございます。はい、というわけでメインイベント始まりました。まずは両者組み合っていく。さあ力比べではダスカラマル組に向かうか。さあロープレイです。ここをまあそんな風にね、はい、痛々しいですね。ブレイクするわけないと、はい、はい、ダスカラマードムは何たってあのキーマカレーキットの相棒ですからね。はい、もう悪中の悪ですから。いや、もうそういうことです。さあ、みやびんどう立ち向かっていくのか見ものですね。こちらも QWF の次世代エースということで、はい、はい、先ほど何度も振り込みしましたが、この男もですね、なんとヘビー級のベルトにチャレンジしていると。去年しましたね、はい、惜しくもまあ、スーパーキビダンゴマシン選手に敗れてしまってはいるんですが、はい、大激闘を演じた、はい、まあ、立役者でございます。天才でございます。天才ですね。さあ絞っていくぞ、ヘッドロックで。おっと、ダスカラマダムは足を踏みつけて返していくか。さあ このダスカラマダムのヘッドロックはまた痛いんですよね。痛いんですよね、はい、これ殺人級のヘッドロックで頭蓋骨を砕くとも言われております。次の日も痛くなるんですよね、はい。さあかなり締め付けております。おっと、みやびん選手これ首に足をかけて返してるんですね、はい、はい、これ結構抜けられないですね。そうですね、はい、こちらも基本の動きなんですが、はい、しっかりやるととても痛い。痛いです、はい、相手にダメージを残す技術でございます。さあダスカラマダム足をストッピング、もう一発いくか、ストッピング。おっと、腕を落としていく。これはかなり足狙いですかね。足を殺していってますね、はい、青コーナーはみやびんの足を、まあ、つまり機動力を潰していこうという作戦のようですね。みやびん選手のドロップキックにちょっと支障が出るんじゃないかなと思います、はいはい、おっと、しかしこれは、いや、やはりこの2人したたかというか、はい、行儀が悪いというか、はい、足癖が悪いというか、はい、もう全部です、はい、ヒールの限りを尽くしていると、はい、さすが地獄からやってきた男キーマカレーキット。やはりみやびんの足攻めですね。これは足をずっと攻めてますよね、はい、華麗に回って、まあ、このように、まあ、キーマカレーキット選手は卑怯な手だけじゃなくて、はい、こういうテクニックも今回ったようなね、はい、まあ、卓越しているということで。そうです、はい、やはり卑怯なだけじゃベルトには挑戦できませんからね。そうですね、技術のうちなんですよね全て。そうですよね、はい。そして絶対に勝つという手段を選ばないという強い気持ちの表れでもあります、はい、さあそこをみやびん選手が腕を取って黄色くか。黄色くですね、これは黄色くですね。渋い技ですね。さあ我慢すればキーマカレーキットの腕が折れるか。ここは黄色くを解いて膝を落としていく。こちらも一発では終わらない、はい、今さっき足を攻められたんでね、はいはい、その代わりにも手をずっと攻めてますよ。あ、なるほど、赤コーナーは腕を攻める、はい、腕を攻めてます、はい、さあここでフラットビット、おっとトップコーナーに、これも凄まじい技だ。まあこれ全結構こんなシェンセというキャッチフレーズなんですけど、はい、ベビーなんですけど、ああいったこうえげつないですよ、ね、はい、ローリングナックルをしっかりから、はい、攻めろ、ストロングスタイルです、はい、そうですね、まあ、超ストロングスタイルなんで、はい、なかなか血が足りないありますが、あるということで、あれついております、ね、さあ、腕を見つけられ、おっと、どうだ、よし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 、よ
ここは来ないだろうっていうタイミングで、こういうことを仕掛けてくると、はい、やっぱ勢い殺されたんじゃないですか。そうです。まあ、他にもあとでクイズをしていきたいと思っております。そして、まだまだ苦しそうですね、やはり。結構、時間いるんですが、結構で落としていきますが。はい。ワンダー、フル、ワンダー、ツー。途中で返していきます、なんとか。難しいです。5分経過、5分経過。おっと、ミヤビンがキーマカレーキットを場外へと落としましたね、はい、さあこちらもツープラトンダブルラリアットから先ほど見たエルボー、そしてキロチン何をする、そっからまだやる気だ、まだやる気だ、これは持ち上げて落とした、かなりえぐつらい、なんという必殺技だ。さあなんとか2で返していきますか。はい、この殺傷能力の高い恐ろしい技の名前、すっとこどっこいと言います。すっとこどっこいですか。はい、まあ世の中にはギャップ萌えという言葉がありますが、これほどまでにギャップに萌えない技があったでしょうか。いや、ない、フランケンシュタイナーしましたよ今。さすがミヤミンですね、まあ、天才と言われるだけあります、はい、おっとこれはこれは何をするの。場外に飛びましたね、びっくりしました今。いや、こうなっていうんですかね、結構えげつないというか、下コンクリートですからね、言ってしまうのが、はい、かなり自分もダメージがあるはずなんですけど、はい、それを迷わず飛んでいくこの度胸ですか、すごいですよね、はい、やはりエースはゲームだけではないと思う、はいはい、とか進んで3で入ってきたキーマカレキット、まだダメージは残っているか、足に来てますね。そうですね、さあここをどう攻めるか、みやびロープに振ってバックエルボー、そして打点が高い。さあキーマカレーキット選手も技だけではなく根性もしっかりと備わっている選手ですので、はい、こんなところでは負けられないと。そうですね、しかしつまずかせてコーナーから、おっと腕か腰か顔面か、腰ですね、これは突き刺していく感じになりましたね、串刺しというか、はい、さあそしてさらにロープに打ってドロップキック、ドロップキック決めていきました。キーマカレーキット選手もね、結構強くロープに振られたんで、はい、勢いよく戻ってきちゃいましたよね。戻ってきました。ツー。おー、なんとか返していきますが、ここでは負けないぞと。はい。いや、もうかなりのロープの反動があったんで、結構ダメージは残ってると思うんですが。はい、しかし持ち上がる。おっと、ドームロー。金的ですか？いやー、ちょっとこれはなかなか。男にしか分かんないんですよね、この痛み。しかも今、ミヤビンキーマカレーキットでレフェリーということで、四角からローブローを決めていきました、はい、いや、かなりしたたかな、プロレス IQ が、はい、高いですね、高いです。そして顔面を踏みつける。さあ、脱からまだ選手出てきました。先ほどはまあやられてしまったのでね、はい、フラストレーションも相当溜まっていることでしょう。さあ、そして今度こそバックエルボー、無理やり立たせてさらにロープに振って顔面に蹴り、いやちょっと青コーナーは顔面に蹴りというかなりえげつない技が目立ちますね。痛いですね、はい、ミヤビン選手、その綺麗な顔に傷がつかなければいいのですが、エースの顔に傷をつけるというならず者集団でございます。ネックブレイカー、まあこれはダスカナマナム選手の得意技でね、得意技です。はい、ただここでは怖いところは、はい、ここでもう1回するということです、はい、かなりきついですね。そう、来ました来ました、これですよね、はいはい、ワン、ツー、おー、ツーで返していく。フラットピット選手が助けに入りましたが、はい、助けは必要ないと、私はエースだと、そのような、まあ、気持ちが受け取れる跳ね起きでした。ミヤビン、おっと、シンプルな打ち合いになったぞ。どちらに分があるのか、これは。おーっと、蹴りを入れて、おー、ジョンウー、吹っ飛びました。近距離からのジョンウーで衝撃を逃がすところがないという、はい、ダスカナマナ選手、もう少しリングから落ちてましたよね。危なかったですね、はい、さあここでフラットピット選手入場して、
なんだなんだ、また二人何かやる気なのか。コーナーに振りました。そしてみやびんのおっとめっくぶりか。やはりこの男の技はめっくぶりか。いやでもこれはかなりきつかったんじゃないですか。フラットフット選手もコーナーから走ってますからね、はい、さあこの反動を使ってのネックブリーカーですか。フラットフット選手意識はあるのか。大丈夫でしょうかね。さあやられた。あそれほど負けたくないという試合をかける気持ちが、しかしブレインバスター、ワン、ツー、おー、カウント2.9 ですね、あれは。2.9 でした。もうレフリーが3叩き始めてましたもんね。スレスレでした。かなりのギリギリのタイミングで返していったが、ミヤビンここを返せるのか。同じ技を使うものとしてここは食らわないと、はい、ブレンバスター、目には目をブレンバスターで返していく。さあ助かるマダム返すことができるのか。足元はまだふらついているか。ダブルドロップか。終わりだ終わり。これで立ち上がれない。持ち上げて必殺は、あ
ション多いですね、これは。これ初めて見ましたよ。センター出すからまだ最後の力を振り絞って今からきっといたっちタッチしました。さあ今度はフラットピュットを場外に落とし追い出してからの今度こそジョンウェー。さあミヤビンかなり苦しい。これは立てるのか。キーマカレキッド何か企んでいるぞ。レフリーをレフリーさえも場外に追い出した。おっとも使ってましたよね、このトランスキック、はいはい、かなり鋭く入っていきました。この終盤のトランスキックでキーマカレキッドかなり気失ったんじゃないですか。そうですね、かなりちょっときつそうな表情でございます。マスクで伺えませんが、さあダスカラマダムが膝、ダスカラマダム膝のやつ、そして持ち上げて昇天ゼロ。なんだこと決まった。おっと、しかしミヤビンがフォールに行けない。フォールに行けない。やはりエースというのもかなりのダメージが蓄積している。さあ赤コーナーから戦意が飛びますが、おお、ストンビング、そこに出ろ出ろ。さあキーマカレキッド、これはいいでしょうか。そうですね、終盤にかかってもこの冷静なところ、手段を選ばないところ、まさしくこの2人というのでしょうか。しかしレフリーは見ていない。コーナーに振って出すからマダムのそのまと、そしてバックエルボーと吹き飛ばしていくロープに、そしてもっとライトニングスパイラル、ぶっこ抜きましたね、ライトニングスパイラル。ここで来ました。おお、危なかった。カウント、さあ宮部なんとか返すことができた。ここで決めなきゃ男じゃない。バックドロップ、痛い。さあなんという様に試合でしょうか。私叫びすぎて声が枯れてまいりました。明日授業があるんですけど発表できません。頑張ってください。さあここでジャンプを出していく。さすがに立てるか。もう一度いけるか。今度こそ3度目の昇天だろう。ワン、ツー、スリー。17分31秒勝者ミヤビン。取ってない俺に負けされちゃったんだけど、でも画面の向こうで見てるお客さんも、気をつけて関係者の方々も見てますよね。今勝ったのは俺だってフラットピットミヤビンだよ。チーム、これは1年前にお前らに負けてすげえすげえ悔しくて、もうそのためだけと言っても過言でないぐらいに頑張ったんだよ。お前らも頑張ってるけど、みんな頑張ってるんだよ。まあでもこんなパッパは俺が勝って取ってない俺がマイクするのもあれだから、今日決めた今日の主役にマイクの方渡したいと思います。というわけでミヤビからコメントいただきましょうか。いただきましょう。どっかの誰かが言ってたけど、死んだれたわ、死んだれたわ、滑ってんぞい。ちょうど1年前の立ち居酒屋で僕は旦那さんにもっと強くなってこの経営だけを引っ張っていくって言ったんですけど、それから1年間俺は何もできずに過ごしてきました。プロ系の会長として35周年目のプロレス研究部、俺は何もできずに1年間迎えてしまいました。だったら今回は来年返そうと思います。2021年度俺たち4年生の年、そこで俺はしっかりこのプロレス研究部のリングを盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。ということなんで、マダムさんたちなんか喋りますか。大丈夫です、書いちゃいました。じゃあちょっと名残惜しいんですけど、この場を締めさせていただきたいと思います。現役の皆さん、せっかくなんで一緒に行きましょう。リングに上がってください。元気の皆さん。
というわけでマネージャーも全員リーグに当たってしまいましょう。行きましょう。次回も見てください。今俺たちと戦った今と同じ皆さん、あっちですね、あっちですよ、いいですか、皆さんも分かりますよね、僕が行くぞで、おお、それから大きな声で、1、3、ダーン、これでプロスケーキ35周年目の写真祭を一緒に決めましょう、画面の向こうの皆さんも一緒に応援します、じゃあみんな行くぞー。